「そのつもりなら喧嘩と同時に謝るのかな」私を見てキラキラ光る星空の照明が二人を照らして輝くよ。バイバイさよならなんて早すぎるわ。夜明けまで背後に続けてキラキラの花びらが彩ってる。歌方の夢に溺れましょう。時とライバイと大体夜明けはそこでどれだけ待ったって君がやらなきゃ猫は古いままだら過ぎてゆくなって泣き出しそうな夜に歌の歌声が愛せろ迷いも戸惑いも振り切ってたミルキーロープです。よろしくお願いします。ちょっと長めに自己紹介しようか。せっかくだしね。はい、それでは自己紹介させていただきます。私が会場にマイクを向けたら全員しずくって言ってください。いきますよ。ワンワンしずく。かわいい。しずく。俺のしずく。ありがとうございます。ミルキーロープオタクなリーダー水色担当稲井しずくです。しずくって言ってください。せーの。しずく。ありがとうございます。3年6組31番なんか同級生で3年6組31番です。こんにちは、姫宮凛香ですか。こんにちは。こんにちは。やばい、助けて。姫宮凛香です。凛香って呼んでください。せーの。凛香。はい、うっかり次から落っこちてきちゃったあさちゃん、アイドルとのバタウカです。うかちゃんって呼んでください。せーの。うかちゃん。セキ。ことといいことをしよう。リーダープの一番ごめんさ紫のタンブルゆきのことです。コートーチって呼んでください。せーの、ありがとうございます。本日はですねアイドルにお越しくださりありがとうございます。今日はなんかめっちゃ暑いので水分補給とか取りながら楽しんでていただければなと思います。続いて告知をさせていただきますね、ミルクドちゃん普段はアイドルしてるんですけど毎週水曜日流れ川のキャスティングパフェのパフェ美味しくなっちゃったキャスティングカフェのバブルさんというところでお給仕しております。もしミルキード部気になったよという方はまず、おしゃべりしに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続いて物販はこの後終演後にあるんですけれども、初見初めて見てくれた人とか初めて来る人、はい、違いますの人がチキが1枚無料になるので絶対来てください。お願いします。お願いします。気軽に来てね。はい、では以上私たちがミルキードープでした。ありがとう。